多分血の匂いやと思うんだけど。え、血？お花まであるやん。上がられた方もいらっしゃるみたいだな。2、3とかそんな数じゃない。え、血の子が。工藤定村でございます。はい、はい、来ましたね、有名どころ。こちら福岡県犬鳴ダムでございます。はい、犬鳴トンネルは聞いたことあるんやけども、ダムというのもあったのね。まあなんかね、うん、犬鳴峠と言われる峠なんですって、ここ。はい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 。あ、犬鳴峠も聞いたことある。でその峠の中に、うん、まあ、このダムもその旧犬鳴トンネルも全て含まれているということらしくて、で本当は旧犬鳴トンネルに行きたかったんですけど、うん、と思います。どうやらもう封鎖されているようで、なるほど、はい、はい、行けなかったので。うん、本日そのすぐ近くにございますこちらの犬鳴ダムを検証させていただこうかと思います。なるほどね、わかりました。こちらも恐ろしい曰くがたくさんございますので、はい、はい、聞いてみましょう。はい、そうしましょう。犬鳴ダム、犬鳴ダムは福岡県にある全国でも指折りの心霊スポットです。ダムの底には都市伝説として有名な犬鳴村のモデルとなったのではないかと言われている犬鳴谷村が沈んでいるという噂があり、首吊りや受水自殺、死体遺棄、付近のトンネルや峠では暴行殺人事件があったり、肝試しに来た人たちの交通事故などが多く起こっているという噂があります。心霊現象としましては、女性の霊や正体不明の霊、少女の霊が出るという報告があるそうです。なるほど。はい。はい、という、もう、いわく盛りだくさんな。盛りだくさんですね。はい。ダムになっておりますので、はい、本日はこちらを検証お願いいたします。わかりました。それでは、はい。犬鳴ダム、はい、検証させていただきます。本日もお付き合い、よろしく。お願いいたします。怪奇の場、もうこれだね。犬が来た。ん？犬の、ああ、あ、本当ですね。ごめん、照らさなくていいかな。これね、先生、はい、金網してあるじゃないですか、うんうんうん、これってやっぱりその飛び降り防止、飛び込み防止みたいなこと。まあそうやろね。ね、うん、これ全部両サイドとも、うん、フェンスしてありますよね。背の高さよりも上にあるから、いらんちゃいらんねんけど、うん、乗り越える人がね、いたから、うん、これ両サイドにつけたんでしょうね、うん。なんかそこそこ夜中でも交通量のある場所で、ね、トラックはようさん通ってはるね。そんななんか怖いっていうイメージはあんまり今んとこ湧いてこないんですけど、ちなみに本当か嘘かわかんないですけど、この下に村が沈んである。ああ今言ってたね、犬鳴ダム村、犬鳴村じゃないんや、犬鳴ダニ村なんや。犬鳴ダニ、犬鳴ダニ村っていうのが沈んでるって話ですね。これより先日本国憲法通じないっていう看板があるような、そんな感じなんですかね。あ、なんかそれよく聞くね。
きますよね。感じはないのよ。どっちかというとそのオープニングと最初、はい、の向こう側の方がもうなんか闇やなって感じ。確かにちょっと気持ち悪いですね、うん、今いたところ左の奥の方なんだけどの方がもう全然断然雰囲気はすごいなと思うねんけど、うん、はい、ちょっと珍しい匂いがするな。はあ、匂い珍しい。なんかその水辺の匂いみたいな。ああ、違う違う違う。そんなんじゃなくて。え？なんか匂うかな。え、ダムっぽい水？ああ、じゃなくて。これ多分血の匂いやと思うんだけど。え？血？うん。むっちゃ血の匂いしてくる。血の匂い？うん、血液ってことですか？あ、そう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 、入ってきて、はい、そうやな、こっから見たら真ん中ぐらいかな、はあ、かまあ3分の2ぐらいまではせんかったんやけど、この辺からめっちゃ血の匂いする、血の匂い、うん、口の中噛んだ時とか、あー、血の味しますよね、鉄の味とか、あ、そう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 、あんな感じの、血生臭いってことですか？あ、そう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 、血生臭い感じ。心霊的な感じではなくですかと思ってんねんけど、勝手に。でも匂い感じないっすよ。分かれへん、匂わない。僕は感じない。なんか匂わないですけどね。なんか匂いますか？虫除けの匂いしかしない。虫除けの匂い生臭い感じの。あ、消えた。え、じゃあ中間、こっちやな、中間のちょうど、うん、この辺ダムのど真ん中だけが似合うってことですか？あ、もうここやわ、うん、ここ、ここ、こっからこっちはないと。風上から来てるわけでもなさそうやな。ここにまな板あって、ここで魚さばいてるみたいな。めっちゃ生臭いじゃない。めっちゃ生臭い感じ。だったらなおさらそんな匂い我々はしてないです。あ、そう。ここめっちゃ海から離れてますもんね。海の匂いがしてるとかってわけでもないです。あ、磯の匂いじゃない。磯の匂いやったらわかる、うん、まあでもそれぐらいかな。他に何かプレッシャーを感じるとかっていうのは特にない。まあアプローチがないというか、訴えかけてきてないだけかもしれないけど。匂いだけで訴えてるんですかね。むちゃくちゃ珍しいケースやけどね、だとすれば。これ、これ、あんまり言いたくないな。え？どうしたらいいですか？この、うん、どうしよう、あかんかったらカットしてもらおうか。はい、あんま言いたくないけど、はい、多分動物さんたちやな。あ、人じゃない。うん、それも23とかそんな数じゃない。あ、え、え、何？何何何何？僕裏で聞き取りをしてたんですよ。
で、その猫に餌をお世話してる方がいらっしゃって、その方が言うに、ここで動物に対してひどい行いをしちゃって、おっちゃんそういえば言ってました、具体的な、あ、そういうことがあったってこと、あったってことです。あ、ほんならそれちゃうかな。え、じゃあ動物の霊が訴えかけてきてるってこと、この感じ。あ、だから言葉じゃなくて匂いで、言葉じゃなくて匂いなんやと思うわ、訴えてきてんのかな、うん、多分そう。今ちょっと探ったらそんな感じやったから。でもその話が本当やったら、うん、しんくんのその聞き取り調査とも合致しますね。うん、合うよね、話がね。せっかくの犬鳴きダムまで来てて申し訳ないねんけど、一番強いアプローチがその血の匂い、はあ、やから今一番強いのはそれかな。これはでも、もしそうやとすれば何とかしてあげれないんですかね。うん、全然できますね。もしその虐待で死んでしまった動物がたくさんここにいて、うん、上がれずにさまよってるんだったらちょっとかわいそうですもんね。奥はもう何もない感じですか。あ、こっちね。いや、それはちょっと分からへん、行ってみたら、うん、見た感じ何もないけどね、雰囲気的なもんと。一旦抜けてみます。一回抜けようか。はい。あ、誰かいたはるわ。行こっか。ああ、肝試しの方々かな、まあ、あんまりじゃあ行くのもなんですね。そうね、この先はじゃあ特に、うん、何もなさそう。ここで匂いも消えてるし、うーん、あっちになんかお供え物みたいなのがしてあって、そう、そしたらそこをもうちょっと先生見てもらいたいな。お供え物、はい、へえ、なんかお酒とか置いてある。ちょっとじゃあそこをお供え物のある場所を案内してもらってもいいかな。はい、行きましょう。わかりました。ここです。うわぁ、お花まであるやん。そうなんです。お花、お花。あ、ほんまや。なんでこの人にこけてるけど、うん、お酒とか。お酒やね。うん、うん、上がられた方もいらっしゃるみたいやな。ん、その方は人ですか、うん、人間、人もう上がられてるだろうなって感じ。上がられた後と言ったらおかしいけどっていうのを感じるから、あったんじゃないかな。うーん、ここで立たれた方がいらっしゃる、うん、と思う、多分。あ、そういうこと。うん、自らの多分、ね、方が上がられたってことなんですかね、うん、もういらっしゃらへんけど、居張った痕跡はあるから、多分そういうことじゃないかなと思う。じゃあその血の匂いのするとこもっぺん戻りますか。あ、橋のとこ。そこは気になりますよね。ほんとだ、広いところで虐待というか、そういった傷つけることを、傷つけられた後ここから捨てられたとか。うん、多分そうやろな。そういうことですか。うん、だからここでされたんじゃなくて、はいはいはい、今ここで投げ込まれたんじゃないの。めっちゃ可愛いっすね、そんな。多分この辺、この辺から、うん、せえへん、全く分かんない。めちゃくちゃすんねんけど、ここ一番強い。山の匂いしかしないです。うん、湖の匂いっていうのかな、物匂いとかやったら分かるけど、めちゃくちゃきついで、ここ一番きつい。あ、こっちやわ。あ、じゃあこっち側に多分こっち捨てられたのかもしれないですね。ここめっちゃきついもん。
とりあえずこれ全部受け止めてあげなあかんからね、まず、はあ、このものを言えへん子たちがそういうことされてるっていう思いを全部受け止めてあげなあかんから、うん、うわきついなここ。うん、もういいと思う。ん？うんうんうん。いいと思う。うん。消えた消えた。あ、その血の匂いですか。うん、血の匂いなくなった。え？あ、じゃあ上がったんですかね。とりあえずアプローチはなくなった。もうちょっと時間はかかるやろうけど、はあ、うん、ちょっとずつ回っていけはるんじゃないかな、うん、お願いはしといたので。ああ、そうなんだ、はい、よかったっす。はい、さてどうしましょう。これは、うん、もう検証結果か、うん、もう全然せえへんもん。あ、匂いが、うん、伝わらん、なんとか伝わんないですかね、匂い。いいよ、もう別に伝わらんよ、そんな。匂いはね、撮影ではちょっとどうにもならないんですよね。いい、もうそんな伝わらない。え？はい、ということで、犬鳴きダム、ね、来させていただきました。はい。はい、まあ、今回はね、まあ、動物ちゃんたちの訴え、アプローチ、だけっていうのがね、まあまあちょっと珍しい感じというか、まあこんなにたくさんの数のというのが珍しかったので戸惑いましたが、もうこの会議の間でも動物のっていうのは初めてでしたね。大体ね、やっぱり動物ちゃんたちってご家族さんたちが手厚く供養されたりするからあんまりないんだよね。はあ、その守りとして出てきはる時とかっていうのはよくあるんですけど、そのたくさんの数の動物ちゃんたちのアプローチっていうのがまあ珍しくて、でそのまあ最初にね、血の匂いがするって言ったら人の感じでもないしなと思って、なんかね、あんまこういうのも言うのも好きじゃないから言いたくはなかったんやけども、まあ合致してしまったので、ほんでほっとくわけにもいかんしね。そうですね、まあでもだいぶなくなったので、うん、あとはまあまあゆっくりでも、まあ苦しみとか痛みとかからは解放されたので、もう多分匂いがなくなったんやと思うんです、そのアプローチが。 あとはもう ゆっくりと上がられるだけだと思いますので、うん、はい、という感じで、まあなんかそういういろんな疑惑もありましたが、はい、まあ、そのあたりはもう特に何も感じませんでした。はい、まあ意外な結果といえば意外な結果でしたけど、まあある意味これで良かったかもしれないですね。そうですね、うん、やっぱこう訴えがなかなかできないんでね、動物ちゃんたちは喋れたりとかっていうのがなかなか難しいから、キャッチできて良かったなとは思ってます。はい、ということでございまして、はい、犬鳴きダム
献上させていただきました。本日もお付き合いありがとうございます。それでは今回この辺りで失礼させていただきます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、感想コメントもお待ちしております。